渋谷真子です。車椅子 YouTuber の私がここだけの話をしています。 YouTuber 真子のリアルガチライフ第2第4水曜日のラジパン3時40分から質問やメッセージもお待ちしてます。こちらまで送ってください。あ、ラジオだった。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫こと真子です。今日はですね、こちらじゃじゃーん、こちらはですね、山形メディアタワーといって、山形放送と山形新聞が入っているビルになります。山形放送はですね、日テレ系列4ちゃんですね、4ちゃんのテレビ局になりまして、今日はここに私毎月第2第4水曜日でラジオのコーナーを少しだけ持たせていただいてるんですが、普段はテレ電話での出演なんですが、今日はスタジオで久々にお話をしようと思って、どんな感じで、お話ししてるかとか撮っていけたらなというふうに思いますので、風が強い、やばい、お楽しみにしててください。では川の中に入っていきたいと思います。レッツゴー。はい、今日はこちらのスタジオでお話をします。中が見えるはずなんですが、ちょっと反射して見えませんね。はい、こちらがですね、プニュンとプンちゃんよもにゃになりますね。プニュンは YBC4、山形放送のキャラクターで、プンちゃんよもにゃが山形新聞のキャラクターになってます。じゃあスタジオに、はい、スタジオです。もう入っていいんですか、スタジオ。ウェザーインフォメーション、お願いします。お願いします。回してます。回してますよ。カメラ変わったんですね。カメラもうちょっといいやつにしまして、ちゃんと天気予報をこれから伝えて、はい、その後本番です。この角度撮ってもいいですか。はじめに今日の最高気温です。山形。じゃあよろしくお願いします。リアルガチライフ。さあ、鶴岡市在住車椅子 YouTuber の渋谷真子さんですが、スタジオ久々ですね。生出演です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。鶴岡出るときはどうでした、天気は。天気良かったんですけど、ところどころなんか漫画みたいにピンポイントでザーザー降りがあって、すごかったです。そうですか、はい、ね、一人で今日も車を運転して YBC まで来てくれましたが、はい、今日スタジオに来た真子さんを見て、いつもと違うところが一箇所ありまして。何、手に持ってそう、あるの。YouTuberできましたね、今日は。今日は YouTuber の渋谷真子で、今撮影をね、私の YouTube 用で今カメラを回しながら来ました。はい、皆さんが映ってますよ。 YouTube に映るってことなんでしょうか。そうです、映りますよ。よろしくお願いしますね。いやこれはどうしてまた今日は YouTube を撮ろうと。いや、なんかこう YouTube 以外の活動って何してるんですかってたまに連絡が来る時があるので、まあ、ラジオ県外の人だとなかなかね、こうラジオを聞くタイミングっていうのもないので、今回こういう YouTube に出してこういう活動してますよっていうのをちょっとお知らせしたいなって思って回させていただいています。そうですか。ぜひね、県外の方もラジコがありますのでね、有料登録していただければ聞けますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。いや、真子さんも相変わらずいろんな活動をされてますけれども、はい、ということで、鶴岡市在住車椅子 YouTuber 渋谷真子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラジオが終わりましてですね、これからはラジオの CM の音声を撮るためにちょっと今待ってます。ここがですね、ピオタのワイドっていう、あのローカルのなんですか、夕方の番組をするところのスタジオになってますね。入れないのでちょっと覗いて撮ります。
はい、じゃあこれから、番宣のラジオの CM を撮っていこうと思います。渋谷真子です。車椅子 YouTuber の私がここだけの話をしています。 YouTuber 真子のリアルガチライフ、第2第4水曜日のラジパン3時40分から質問やメッセージもお待ちしてます。こちらまで送ってください。あ、ラジオだった。いる。さっきあのロビーにある汚いやつは撮っておきます。汚いな、あれアップにしちゃダメなんだ。遠目からする。おー、なるほど。渋谷真子です。車椅子 YouTuber の私がここだけの話をしています。 YouTuber はこのリアルガチライフ、第2第4水曜日のラジパン3時40分から質問やメッセージもお待ちしてます。ぜひこちらまで送ってください。あ、ラジオだった。おー、よかった。2回目の方がよかったですか。すごい。めっちゃ噛みそうだった。ここお待ちしてますまで普通に言って、あっていうところで変化つけた方が、こちらまでお待ちしていますあーだとなんか途中で気づいてる感があるんで、質問やメッセージもお待ちしていますあってそこで気づいてラジオだった。あ、こちらまでですよ。だってこちら、うん、お待ちしてます、こちら、あ、お待ちしてます、こちらまで送ってください、あの感じですか。うんうん、そこで驚いて初めて気づくっていう。もう一回いきますか、じゃあ。渋谷真子です。車椅子 YouTuber の私がここだけの話をしています。 YouTuber 真子のリアルガチライフ、第2第4水曜日のラジパン3時40分から質問やメッセージもお待ちしてます。こちらまで送ってください。あ、ラジオだった。あ、よかった。OKOK。 はい、 OK だそうです。イエーイ。ひよたまのお天気コーナーです。入ってます。はい、アナウンサーのお母さんです。めちゃ裏側、ひよたまの裏側。はい、ということで今日は、メディアタワーに来てラジオ放送とあとはラジオの CM の撮影をしました。今後ろではひよたまさんの放送、生放送をやってますね。こんな感じで後ろを背景に、放送してる後ろ背景に使いました。まあ、こんな感じでですね、私は県内で、ラジオをしてみたり、あと講演活動とかいろいろさせていただいてます。ということで、この動画が面白かったな、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。